皆さん、こんにちは。賃貸まさきオリジナルキャラクターのまかすくんです。本日は奈良市小園町にございますテナント物件のご紹介となっております。こちら、2階部分のお部屋となっておりまして、外階段を上ってきていただきましてですね、えー、こちらの扉から出入りしていただくような形になっております。まずね、えー、手前にお手洗いがございまして、こちらですね、和式のお手洗いとなっております。 こちらもともと学習塾としてご使用されておりましたので教室をですね、5つに区切って使われていた物件となります。こちらがですね、まずちょっと広めの空間になっているんですけれども、はい、1つ目の、ね、お部屋がこちらですね。奥に進んでいただきますとですね、このように広々としたキッチンスペースが ございますので、まあ、給湯室なんかにもですね、えー、使っていただけるかなりね、広い空間となっております。でこういう形で、えー、2つ目のお部屋は黒板がありましたりとか、まあ、教室としてね、えー、使われていた跡が、えー、残っております。はい。そしてですね、えー、奥のお部屋も同様なんですけれども、はい、こういう形でこちらですね。 真ん中の方はですね、収納としてご利用されていた跡が残っております。えー、そして、こちらの方も少しね、えー、広い空間のお部屋ですね。はい、そして、えー、こちらの奥のスペース、こちらもね、えー、こういったお部屋となっておりまして、それぞれね、えー、窓がついておりますので、かなりね、えー、明るく過ごしていただける物件となっております。 詳細条件につきましては、当社のホームページをご確認ください。最後に、マカス君よりお知らせがございます。奈良のおもてなし、奈良おころ、賃貸山先では、皆様のご来店、ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。